棚田は群馬県で唯一つなぐ棚田遺産、ふるさとの誇りの未来へということで農林水産省に認定されました。この認定を受けてですね、我々も活動もなお一層弾みがつくものと思っております。この間オーナーの皆さんと田植えをしたんですけれども、この田植えをした稲をこれから管理をして、無事、稲刈りができるように収穫ができるように私たちも一生懸命管理していきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。